おはようございます。カモンマテリアル、はい、マテリアルの坂部五郎です。カモイのゆらです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な可能性のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を発掘するための番組です。はい、はい、はい、今日がですね、はい、3月の20日ですね。20日です。もう20日ですよ。20日ですね。いや、もうびっくりするわ。もう3月終わりますよ、はい、いや、ほんまにそうですよ。ほんまにあと10日ですから。あと10日ですね。はい、で、あと10日なんですけど、その前に明日で、一応、大阪市内のそうですね、時短が解けるということですよね、はい、予定としてはね。予定ではですね、はいはい、もう本当ね、この番組ね、予定しか言えないのが悲しいところなんです。そうですね。で、この予定が外れた時に、はい、おいおいっていう感じになるんですけど、まあまあ、でも多分これはね、うん、そうなんでしょう。はい、よほどこの後、ざっとこう上がらん限りは伸びることはないと思うんですけど、はい、はい、まあそうなってくるとね、はい、やっとこの、マテリアルもいろいろと ね、考えられるようになってくるかなという感じですね。はい、多分、たくさんの方々もね、はい、それを心待ちにしてらっしゃるんじゃないかなと、うん、あのいろんなお店の方もね、そうですね、なってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、どうですか。でもその一応その時短という感じで、はい、まあ、9時までみたいな営業でやってはるんですけど、はい、やっぱりあの緊急事態宣言が明けてからってだいぶちゃいます、うん、そうです。まあまあ夜がね、やっぱ9時までっていうのが、うん、長いようで短いんですね。ですね、やっぱりイベントすると絶対9時は超えてしまうので、やっぱ普通のまあ上映イベントとかできないですよね。あのだからその8時半で終わって30分で出てくれ言うても、うん、そうですね、で出た後の片付け考えたらっていう話がね、はいはい、いろいろありますからね。なかなか難しいですね。そうですね。うん、まあ、ちょっとね、あの夕方から早めにやるイベントとかね、はい、はい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 、うん、まあまあ土日とかのね、しますけど、はい、土日祝とかのイベントをね、やれるからね、そういうのはできますけど、はいはいはい、うん、という感じでしょうけど、はい、まあまあそれが明ければね、全然あのまた普通にやっていけるかなと思いますけど、うん、まあまあまたね、はい、お客さんが来るのが、ね、そうですね、うん、どれぐらいで戻ってきてくれるかなと。まあ、あの僕はあのとりあえずあのカムイ映画祭りは虎視眈々と狙ってますけども、はいはいはい、なんとか、まあ、4月はちょっと難しいかなと思うんですけど、うん、5月ゴールデンウィーク明けてからとかどうなんやろうなっていうのはちょっと考えたりとはしているので、はい、ぜひなんとか、はい、もう1年超えてますけどそうですね実現させたいな、はい、うん、っていう感じですね。で、まあ、あの私の方もね、17日、たくさん来ていただきましてありがとうございました。はい、終わりまして、はいはい、まだまだでもね、あの映画の大きな気になりたいの方も、はい、そうですね、あの東大阪のね、若い岩田の方で上映させていただいたんですけど、はい、まだまだこれから、どんどんいろんなところでね、はい、上映をさせていただきたいなと思ってますんで、はい、もう興味のある方いらっしゃったら、あのうちで流してほしいなとか、ね、そういうのがあったら、声かけていただければ、上映させていただいて、はい、まあ、ついでにトークもちょっとさせていただいてみたいな感じでやらせてほしいなと思ってるんですけど、はい、はい、よろしくお願いしますという感じですね。はい、はい、で、そしてですね、はい、今日もですね、はい、挑戦者は、はい、この中にいますって感じなんですね。そうですね、はい、はい、はい、ということで、はい、今日の挑戦者をお呼びしたいと思うんですが、はい、はい、お坂部さん、はい、はい、ということですね僕です、はい、先週僕で、はい、今週お坂部さん、はい、やっとお坂部さんが、はい、挑戦者になるという絵を見たという感じですね。そうですね、はい、はい、やらせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は、どんな感じで、はい、ちょっと準備をさせていただきます。あ、準備ですね、はい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 、まあ、今日はね、ちょっとあのチラッとあのやってるイベントですね。なるほどね。イベントの、はいはい、まあ、ちょっとね、そうですね、プレゼンをさせてもらおうかなと。まあ、やっぱね、あのマテリアルは、はい、あのイベントで人に来てもらって、そうですね、マテリアルですから、はい、はい、ぜひぜひですね、このイベントに皆さん、はい、イベントのことまず知ってもらわないといけないですね。そうですね、はい、うん、ということで今日はそのイベントのプレゼンをしていただく、はい、ということでございます。はい、それではもうあの細かいことは言わずに、はい、さっさといきますか。はい、はい、もう見ても絶対わかりますからね。はい、はいはい、じゃあ判定人の方よろしくお願いします。はい、はい、はい、これこれこれ、はい、
それ今日はね久しぶりですよ僕これ。いや初めてかな。初めてですよね。これ使うの初めてかな、うんうん、ね、この制度になってから俺これ判定するの初めてかな、ね、はいはい、はい、ということで、はい、行きたいと思います。いいですか。大丈夫ですか。はい、もう満々やん。満々やん。もう出す気満々やん、はい。そうですね。身内に最近ちょっと厳しいという形になってきてまして。さてどうなるやらという感じなんですけど。はい。はい、それでは、本日のこのプレゼンありかなしか。スタート。はい。どうもこんにちは。はじめましてではありませんけども、はい、マテリアルの坂部五郎でございます。はい、はい、今日はですね、うちでやってるイベントの中の一つなんですけども、はい、はい、これです、はいはい。ワインの会ですね、はい。ワインを楽しむ会というのをやっておりまして、毎月20日が実はワインの日なんですよ。あ、なるほどなるほどなるほど。毎月20日ワインの日。ワインの日。はい。まあ、今月今日ですね。はい。今日やります。今日です。はい、今日やります。今日です。はい、この後です。はい、この後やります。何時から？16時から。16時、はい、16時、夕方の4時からですね。はい、はい、16時から。はい、2000円で、はい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 、参加していただけるんですけれども、はい、はい、毎月20日、まあ、今月と先月はちょうど20日やったので、はい、土曜日が、はい、まあ、そこに合わせてきたんですけれども、はいはいはい、まあ、ワインを飲むことっていうのが、うん、まあ、どれぐらい皆さんあるのかなっていう、うん、まあ、ワイン好きな方はね、結構飲むかもしれないんですけども、はい、なかなかどうですか、平さん、ワインとかって結構。ああ、僕ね、ビール平和党なんで、うん、そうです、あんまりこうビール平和党なんで僕、はいはいはい、はい、まあ、ワイン飲むことっていうのが、はい、まあ、ない方っていうのも、はい、まあ、多々いらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、今ワインでかなりこう、いろんな国のワインも出回ってますし、そうですね、はい、で、まあ、安いワインとか、うん、まあ、高いワインももちろんあるわけなんですけれども、うん、安いワインでも、ね、本当に美味しいワインが今すごい出回ってまして、うん、まあ、今というかね、もう前からなんですけども、うん、例えばもう本当に500円、600円ぐらいのワインでも美味しいワインいっぱいありまして、で今うちで飲んでもらってるのは、うん、まあ、大体1000円から2000円ぐらいの間のワインを、はいはいはい、まあ、ちょっとねピックアップさせてもらって、うん、そうや、よう考えたあれやん、はい、お坂部さん、あれ、イタメシのシェフやん。そうです、もともとイタリアンやってて、そうやん、でイタリアンレストランのオーナーですよ、この人、もともとそうなんですけど、まあ、その時はもう本当にイタリアワインしか扱ってなかったので、たまにちょっと違うワインをやってたんですけど、もともとワインってそのフランスワインが多かったじゃないですか、うん、そうですね、はい、で解禁になって、うんうん、イタリアワインとかもね、はい、自由にこう、はい、そうですね、いっぱい入ってくるようになったんですよ、うんうん、で言うとイタリアワインが、うん、輸入量っていうかね、はい、一番なんです。フランスワインより高い。そうなんです。今はちょっとね、まあいろいろ出てきてるんでね。はいはいはい。その頃僕が店やってる頃っていうのは、うん、イタリアワインの方が実は、まあまあまあ言うても、うん、炒飯屋さんだいぶ増えましたもんね。あの頃そうですね。ね、増えましたね。バブル期に炒飯屋さんがガーンと増えて、でまあね、実際その大阪でももう炒飯屋さんのが、うん、ね、いろんなところできて、はいはい、あれでしたから、はい。まあ、イタリアワイン専門ではないんですよね、うん、言うともう他の例えばチリワインとかもですし、はいはいはい、まあ、フランスワインももちろん飲みますし、うんうん、どこやろう、うん、まあ、もちろんドイツワインとか、ドイツもありゃオーストラリアとかね、はい、もう本当にね、いっぱいあるんですよ、ありますね、はい、でそこを、まあ、飲んだことないワインとかもあるので、うん、まあ、その辺をピックアップして、まあ味が分かんないけども飲んでみるとかってね、そういうのも試しながら、あとはまあブドウ品種ですね、はいはいはい、ブドウ品種もいっぱいありまして、うん、まあ言うと、まあ僕が説明できるような、美味しいワインですね、はい、美味しいブドウ品種、僕も好きなのになってしまいますけども、はい、まあ、そのあたりをこうたしなんでいただきたいなと思いまして、なるほど、まあ始めたワイン会なんですけれども、それはでもちょっとあれですよね、興味湧きますよね、やっぱりワインっていうとどうしても何がないやよう分かれへんっていうのがあるじゃないですか、はい、でみんなどうしてもその国を銘柄代わりにして、はいはいはい、で赤か白かみたいなの、もうそれぐらいしかないんですよね、だからフランスの赤がうまいとか、なんか全然分からへんくせに言うてるみたいな話でしょ、そう、いや、ブドウの品種でちゃうねんとか、うん、ちよブルゴーニュかどこかって全然ちゃうやんみたいな話があるんですけど、そうなんですよ、はい、だからその赤ワインでもやっぱりどうしてもその、うん、ちょっと渋いとか、ね、はい、そんなんで、はい、やっぱ赤ワイン苦手やなっていう人もいてはると思うんですけど、タンニンが苦手っていう、ね、やっぱりね、その何種類かこう飲み比べるとか、うんうん、あとは少し時間を置くとかすると、はいはいはい、全然こう味が変わってくるんですよ、空気をどう膨らまして入れるかっていうところがね、うん、でもちろんその安いワインなんで、はい、
まあ、あの良くなるワインもありの、ちょっと渋みが増えるワインもやっぱあるんですよ。なる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 。で、一応まあ、あの、うんちくじゃないですけど、まあ、ちょっとだけね、その資料とかを作らせてもらって、うん、あ、これはあの、あれ、ラベルですね。ラベル、今まで飲んだワインのラベルがあるんですけど、はいはいはい、あとはまあ、ちょっとこういう資料的なものっていう。はいはい。はい。はい、こういう風に作らせてもらって、こういう感じですね。はい、そうですね。で、まあ、それを読みながら、まあ、自分で飲んで感想を書いてもらう。で、まあ、どんな感じですかっていう話をしながらみたいな、はい、はい、そういう話ができるワイン会というかね、うん、なってますので、なるほど、まあ、そうなんですよ。だから人数が増えれば増えるほどいっぱいの種類が飲めるかなと。なるほどなるほどなるほど。はいはい、少なかったら本当に本数がね、はい、限られてくるので、はいはいはい、飲める人がね、まあ、1種類2種類とかってなってしまうんですけど、はいそうね、はいまあ、そういうところですね。なんか飲み比べができるっていうのが一番魅力かなと思いますし、あとそのかしこまってないんで、うん、本当にもうあのなんていうんですかね、居酒屋感覚、もう喋りたい人も来ていただいていいと思うんで。まあ、そういうところで来ていただければ本当にいいのかなと思いますね。はい、まあ、なかなかね、そのなんていうんですかね、みんなあの気軽に今ね、はい、お出かけしてその外で飲むとかっていうのも控えていらっしゃる方すごく多いと思うんですけど、まあ、あのワインなんでそんなね、あの大声出してワイワイガヤガヤって感じでもないと思うんで、はい、そうですね、はい、本当にね、あのくつろげるんですよ、なあ、まあ、ゆったりなんかこう、うんうんうん、なんか、はい、ちょっと贅沢な感じはすると思う、ね、うん、なるほどなるほどなるほど、はいはい、でもかしこまってないし、まあ、自分のペースで飲んでいただければいいし、うん、まあ もうね、もちろんワイン飲んでる間にビール飲みたかったらビール飲んでもらって全然構わないんですけどありますからね、ここね、はい、そうなんですよ、はいはい、ちょっと、ね、口を、はい、あの、はい、変えてもらうのに、味を変えてもらうのに違うお酒飲んでまたワインを飲むとか、はい、うん、そういうこともできますのでっていうところですね、はい、まあそうですね、ワインって、まあ、僕もどっちかというと赤より白が好きな方なんですよ。ちなみにあの白やったらどこのどれがどうとかってなんかあるんですか？あ、やっぱりね、うん、あのブドウ品種なんですけ ど、ただその知らないやつもね結構ねやっぱ多いんですよ。国がいろいろできてきたんで、うんうん、どこどこの国のっていうのが、うん、でまあ僕的には、うん、イタリアでいうと、うん、シャルドネっていう、シャルドネ、はいはい、品種とか、はいはい、3分です、はい、あと残り3分です、はいはい、あとはソーヴィニョンブランソーヴィニョンブランっていう品種がありまして、はいはいはい、それはちょっとまたね違う感覚、あのなんかねちょっと丸い感覚なんですよ。ふわっとしているような感じで、なるほどなるほど、シャルドネ系はね結構すっきり辛口のイメージなんですけども、うんうん、はい、まあ、そういうワインがあります。ワインっていうかブドウ品種があります。その辺は僕的にはおすすめですね。はい、はい、まあ、キリッとね本当にあの白ワインは冷やして飲むっていうのが最高にうまいし、ね、うん、まあその魚系に合うっていうかさっぱりした料理に合う。そうですね、そうです。あの僕だからあのどっちかというと日本酒とか、あのね、その蒸留酒系とかそっちも好きやから、はい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 、だからどっちかっていうとその赤っていうよりは白かなみたいな感じはあるんですけどね。まあ、赤のね多分ね、はい、美味しいワインに出会ったらハマります。そこですよね、はい、僕も全然赤は飲めなかったんですけど、まあ、東京行ってイタリアンで、ね、うん、働いている時に飲ませてもらったワイン、うん、赤ワインがもうびっくりするぐらいうまくて、うん、何赤ってこんなんだったのっていう感じだったので、そこでハマりましたね。まあ、飲み比べるとねやっぱりそのあのタンニンが強い、苦味、あの渋みが強いやつがあるので、でやっぱりなかなか抜けないと、うん、飲みにくいのは飲みにくいんですよ。でもやっぱり全然違うワインは、うん、あれって、え、何これっていう、うーん、はい、そういうワインに出会いたい方は、うん、はい、来ていただければと思いますね。はい、はい、まあ、そこまであの高いワイン今飲んでないんでたまにはちょっと高いの行きたいなと思うんですけど、ちょっと、はいはい、あの会費が上がっちゃうかなと思うので、はい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 、っていうことですね。なるほど、はい、了解でございます。2000円です。参加費2000円です、はいはい、あと1分です、はい、だいたい毎週、あ、毎月第3ぐらいにやろうかなとは思ってますので、はい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 、一応決まってないんですけども、うんうん、はい、月1ではやっておりますので、はいはい、ぜひぜひ来ていただければと思います。これはあの皆さんにここにお渡ししますので、はいはい、あの自分のコレクションにしていただければと思います。おー、なるほどなるほど、はい、そんな感じで、はいはい、どうですかね、締めくくらせていただきたいなと思うんですけども、はい、ということで今日のね、はい、4時から夕方4時からそうです、4時からやりますので、はい、ということですので、はい、これ見た後ですね、ご飯食べて、はい、ちょっと走って、はい、汗かいて、
で、その後ここ来てワイン飲むという感じでいいですよね。はい、のんびりとゆっくりとくつろぎに来ていただければと思います。はい、はい、ということでございました、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。時間前に終わりました。はい。はい。はい、なんとかやないかーいって感じですね。はい、はいはい、ということで、はい、なかなか10分大変でしょ。そうですね。でも、ね、そんなことなかった。まあまあ、うん、別に普通に普通なんや。まあ、まあ、ちょっとネタどうしようかな。そう。あのどこで俺膨らましたらいいんだろうとか、ね、まあ。やってましたけども、はい、はい、ということで、はい、本日ありがとうございます。はい、本日プレゼン終わりましたんで、よろしいでしょうか。皆さん、はい、こういう感じです。なんかもうみんなこれをやってんのがさ、はい、羨ましくてしょうがなくてさ、俺持ってないねんけどみたいな、はい、という感じでございますね。はい、それでは、皆さん、用意してください。はい、はい、このプレゼンありかなしか。判定の、はい、はいはい、丸やないかーいって感じ。はい、ありがとうございました。はい、結局罰出されへんねんな、みんなな。結局みんな罰出されへんねんな。はい、という感じでございました。はい、それでは、続きましての、まあだから本当に皆さん、ね、今日ですから。はい、今日ですよ。もうこれ見てらっしゃる方、はい、今日見てらっしゃる方ですね。はい、すぐ電話で予約してください。20日に、これを見てらっしゃる方は、はい、ここに電話番号出してますから、はい、今出てますから、この電話にまずお電話ください。はい。はい、で、お電話くださって、4時行きますと言っていただいたら、はい、それでご予約完了ですので、はい、ぜひお越しくださいという感じですね。はい。はい、ということで、それでは、あゆみ。はい。はい。はい、お仕事も終わってますね。そう言わなあかんやつ。もう10分で言ってくれたからね。あ、そうですね、はいはいはい、10分で十分も伝わってると思いますので、はい、お待ちしておりますので、電話かけたらコメント出ると思います。はい、私出ます。はい、はいはい、あとはダッシュですね、はい、ダッシュ月曜日走っておりますので、はい、お越しください。はい、はい、またね、4月以降のね、イベントどんどん決めていきたいなと思っておりますので、はい、またホームページの方をご覧ください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、では最初のめっちゃ見たい、早っ。ちょっと面白いのかな。はい、じゃあお待ちしております。はい、待ってます、この人が。はい、はい、では高橋さん。はい、はい、おはようございます。シネマ2U のコーナー、シネマコミュニケーター高橋樹です。はい、ね、ワインはね、赤玉パンチだけでいいですね。最近凝ってんねんね。そうです、もともと赤玉ポートワインって言ってたんで、はいはい、なんか神戸のお酒かなと勘違いしてて、はいはい、家にはいつも赤玉ポートワインの瓶がありまして、はいはい、最近私はあのパックのやつをやってて、あれとね、ジンジャーエール割るって、はい、で先ほどね、ワイン、あのすみませんね、あの話ありますけど、あのワインの話してましたけどね、はいはい、あのあれワインとね、グラスがね、なんか違うんですよね、うん、このワインにはこのグラスで、ね、なんかあって、もともとそのそういう仕事してた時があって、うん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 、ね、でも一緒やと思って、流通関係でしょ、はい、私赤玉もパンチはもう全国で飲んでおる。ただ僕は小学生ぐらいの時に家にあった赤玉パンチをこそっと飲んでました。でもあれはやっぱりね、透明のグラス飲むのがいいですね。はいはい、色付きで飲むとワインはダメだね。あ、そうですね、はいはい、最近ロゼってなんか飲んでませんね。あ、ね、ロゼが必要あるのかどうかっていう感じですけども、はい、今日は、ワインを飲みながら見れるような映画かなと思いますけども、はい、今日から一応この間来られました、はい、竹本芳雄監督の錦田ショパンが京阪神、はい、中心に公開始まっておりますので、ぜひとも見ていただきたいと思います。はい、ではこれに合わせてショパンがありますんで、はい、そういうちょっと音楽系の映画を引き立てます。はい、私の好きなやつ、はい、1984年アメリカ映画です。アマデウスですね。もう皆さんご存知ですよね。すごかったっす、ね。はい、これは1985年2月2日日本公開です。オリジナル版が158分で、はい、ディレクターズカットは多分3時間ぐらいの、そうなんですね、これ3時間ぐらいのやつ、22分足したからちょうど3時間にしてるっていう、ね、感じですね。これが、監督がミロス・ファーマン、フォアマン、はい、カッコの住む上でとかね、はい、有名で、はい、カッコの住む上でと本作でアカデミー賞を受賞したっていう感じですね。で、脚本と原作はピーター・シェファーさん、はい、
ですね。はい、でダブこれダブル主演ですよね。うん、あのね、サリエル役が、フランク・マーリー・エイブラハムね、はい、この方がアカデミー賞主演男優賞を取ったんですね。ですでもう一人ダブル主演で、トム・ハルさん、ハンクスで言いそうですね、ハルさんですけど、この人も助演でノミネートされたかなと、主演でノミネートされて、ね、あの、セッターですね。ね、結局、まあ、話もあまり良くなってますけど、まあ、サリエリが語る話ですね、モーツァルトとはどういう感じだったかという感じですね。で、その、サリエリ役の人も、最近はですね、声の出演が多いですね、犬ヶ島とか、ピックとドラゴンとかね。で、トム・ハルさんも、なんか、声優になってますね。ノードダムの鐘とかに出てますね。はい。で、これね、ちょっとショパンに対抗して、アマデウス見通しになってまして、ね、はいはい、これはこれあのミュージカルがありまして、うん、松本幸四郎さんの時代かな、はいはい、あの時文学劇場で、うん、一番前 で話知らんかったから、はいはい、あのこう映画ではこう語り始めから、はい、なんか老人が出てきて、パッと映像を変わると舞台もね、急に開場時間から座ってはったんですよ。うん、だから開演時間の 30分後に開演するじゃないですか。うんうん、会場入った時には、うん、もう座ってるんですか。座ってたら分からないんですけど、うん、結局最終的に始まった途端に、うん、パッと立ち上がるんですよ。うん、それがすごかった。だから、あ、なるほど、あの映画よりも舞台の方が良かったかなと思いまして、その時は江守徹さんがあまりやりましたけどね、はいはい、そういう思いがあって、はいはい、非常に好きな作品でございますね。はい、ワインを飲みながら見ていただいたらいいかなと思います。はい、そしてもう一本がですね、はい、ふざけてみようかと言われそうです。はい、名前がね、モーツァルトというだから、ベートーベンに引っ張っていたんですけど、あのベートーベンの話ではありません。ありません。はいはい、単に、犬の名前、ね、犬の名前なんですけど、まあ、犬がそのベートーベンの運命を聞いて、はい、機嫌が良くなったので、ベートーベンという名前を付けたという話ですね。でこれはまあ、よくあの脚本がジョン・ヒューズですから、あのホームアランとかね、はい、ナショナルランプシリーズ、はい、でこのベートーベンも1、3、5、なぜか奇数だけ脚本書いてありまして、うん、これ5本まで行ったんですよ。うん、だからまあ、よくある話ですね、家にね、うん、あの泥棒が入ってきて、一人誰もおれへんかったと思ったら犬が、ね、うん、やるっていうね、はい、まあ、王道でございます。はい、よく5本まで作ったなと思うんですよね。また最近はちょっとディスりますけどね、ディスるのが皆さんもあの楽しみにしてはると思うんですよね。はい、これはちょっとワイン飲みながらでは、はい、ちょっとダメかなと。何ですかこれ。水でいいんじゃないですか。水か水かい。はい、だから大体こう、まあこの辺ちょっと日本に来ると吹き替え版なんて子供向きになるけどね、はいはい、でもアメリカではちゃんとしたコメディーっていうね、ジャンルでね、ヒットするんで、だから5本までいったんでしょうね。なるほど。日本では多分3本目からがもう DVD だけになってるから、スクリーンでは見れないんですね。はい、ですね。まあ、あ、犬ね、犬使ったら流行るかったらね、昔は今犬と子供使えばね、はいはい、流行るって言われたんですけど、はい、これも一作目だけは話題になったという感じでございますので、はい、まあ、春休みですからね、ご家族で、はい、見ていただけたらありがたいかなと思います。はい、今日、はいはい、もご紹介いたしました。はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、お疲れ様でした。はい、10分間喋りましたね。そうですね、はい、まあ、いつも30分以上喋ってますからね。そうですね、ワインネタでワインネタで、うん、仕込んどこなダメでしたね。今ここで反省会やっとくよ。まあ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 、そうですね。だからね、あの、まあ、ワインって奥が深いんでね。そうですね、一口にワインって言っても本当にあの、そのね、みんなどうしてもその国だけで見てるけど、はいはいはい、言ってたようにそのね、品種の問題もある。そうなんですよね、あのどの地方かっていうの話、はいはい、そう、国っていうより地方がね、そうです、どの地方の、何年ものが、ね、あのものすごい出来がいいとか悪いとか ありますからね。その年によって ね、もう雨の量とかで違ってくるんでね。そうで、あの結局あのほら農場の名前じゃないですけど、はいはい、そこなんですよね。そう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 、だからどこの農場は必ず品質管理やってるやってるとか、はい、そういうそのカーブの問題とかいろいろあるんで、まあワインって一口言ってもね。そうですね、はい、で、まあ、地元でね、でまたあれじゃないですか、日本がすごいワイン力つけてるというか、そうなんです、ね、結構日本ワインが受けてる部分もあるんですよね、はい、まだでもね、日本ワインでおっていうのに出会ってないんです、ね、あ、まだですか。あの僕田舎が丹後の方なんで、天の瀬でもあるんですよ、天の瀬でワイナリーがあって、で、去年が帰ったの、去年だったの、帰った時に行ったんですよ、うん、でいて、まあ、ワイナリーちょっと見て、うん、で売ってたんで、ちょっといいワインをね、うん、買ったんですよ、うんうんうん
ていう感じでしたね。地元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 えーっていう感じでしたけど、もうなかなか今日はあれですね、あの辛口ですね辛口ですね、桜アパッチ。まあでもね、日本ワインもね、いいやつは本当にね、だから山梨ワインとかね、はい、いろいろ頑張ってるところもたくさんありますからね。はい、まあそうですね、ワインあるのかな。僕の生まれ育った八尾の隣の柏原には柏原ぶどうとかね、まあ、でも多分ワインは作ってなかったと思う。でもね、柏原にワイン扱ってる、すごい、それこそいろんなとこから取り寄せて扱ってはる、ワインショップみたいなところがあるんですけどね。そうなんですよ、結構有名なところがあったりするんですけど、はい、まあ、今日はこの後、はい、あと何時間後で、はいはい、3、4時間後ですかね、はいはい、ちょ 5、6時間後やね、5、6時間後に、ここですよ、ここで、ワイン会ありますんで、はい、でまあなんだかんだ言いながら、そのイタメーシャンさんやってらっしゃるワインもまあまあ詳しい方なんで、はい、やっぱねワインってね、そういう知識を聞いて、ああそうなんだと思って飲むもんですよね、どっちかというとね。何もよう分からんと飲んでたら味分かれへんから、いや苦いわとかって終わるんですよ。でも、はいはい、いやこうやったらちょっと苦み消えるんですよとか ね、うん、そうですね、チーズ、このチーズと一緒に食べてみてくださいとか、はいはいはい、あるじゃないですか、はいはい、そういうのをやっぱり教えてもらって飲むと全然美味しさ違ったりとかするんで、そうですね、まあ、ちょっと挑戦したいなと思ってる人がいたら、はい、ぜひ今日もしお暇でしたらね、はい、来ていただけば、1人でね、1本開けちゃうじゃないですか、うん、1人で飲めないじゃないですかそう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 、僕飲みますけど、もう2本くらい飲みますけども、どうしてもね、1本家で飲もうと思っても、うん、なかなか飲めない、はいはい、でもみんなで飲むと、ちょっとずつこう味、はい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 、そうそうそう、味見できるので、うん、はい、ぜひぜひ飲みますね、ですね、はい、ぜひ皆さん、今日お暇でしたらですね、はい、2000円でワイン飲めるって結構安いですよね、そうですよ、はい、うん、つまみ付きで2000円ですから、皆さん、ぜひぜひ、お越しいただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、それでですね、1個だけ発表がございまして、はい、なんと今月の末から、はいはい、先月末に、はい、歌ってくれましたシスター K が、はい、レギュラーで参加することになりました、はい、月1なんですけど、はい、毎週はしんどいんで、いやいやいや、準レギュラーというか、もう本当に毎月ね、はい、この月末の回に彼女に来ていただこうという形になりましたので、はい、どんな形で登場するかとかはまた、はい、どういうコーナーになるかっていうのはまた皆さん楽しみにしておいていただければと思うんですけども、はい、彼女来ますんで、また、次回のね、はい、次回の配信もご覧いただければなと思います。はい、お願いします。はい、ということで、本日3月20日の回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。